はい、こんにちは。はい、数列クエストのね、解説編の、SN から AN に直す方法っていうタイトルをつけております。名前がわかりませんが、この公式。まあ、ちょっとね、こういうふうなね、特徴がある、公式がありまして、まあ、何かっつうと、今まではね、AN から SN を作ろうって言ったら、まあ、AN の中の諸項とか公比とかね、求めてあげて、で、SN に直してました。が、今回は逆なんですね。和が分かってて、じゃあその元の数列って何ですかっていうふうなの問題が問われた時にこれよく使います。なので今回のテーマはこの公式なんですけども、はい、でも AN から始まってます。 AN イコール SN-SN-1、 これを使いましょうっていう問題です。ただここに赤線引かせてもらってますけども、n が2以上の時って書いてあります。ちょっとごめん、これ以上が見えないかな。2以上の時。あ、すいません。これ大事です。本当に大事。だって、この式これ使う、これ書かないと×だもん。はい。だからこれしっかりね、忘れないでほしいっていうふうに、ちょっとこう忘れないって書いたんだけども、まあ、使い方、ちょっとね、おいおい見ていきたいと思います。この n が2以上っていう時、やつをね。なので、今回、テーマをちょっともう一回言うと、sn から an に直す。an からただのシグマかければいいけども、この公式を使うことによって戻すことができるから。じゃあ実際にね、問題をね、見ていきましょうということで、はい、ある数列の第1項目から第 n 項目までの和を SN とします。で、その一般項 AN を求めようと。SN がこういうふうに与えられています。じゃあどうするかっていうと、はい、この公式使うんです。今これを求めたいから別にいいんだけども、これ今あります、これ SN って。SN-1 をどっかから調達しなければいけないね。ただ、今 SN っていうすごい似た式を持っています。シグマのところでも言いましたが、これ単なる添え字なんですね。で、これ n がここ対応されてます。だからこれを今求めた sn-1 っていうふうに置き換えてあげると、全部 sn-1 になるはずなんですね。分かった？こういうふうにね、まあ代入してる n を n-1に代入してるって感じ。OK かな。で、すいません。スペースを間違えたので、もう一回消します。はい、じゃあ、必要があればね、メモったりだとかね、一緒に書いていきましょう。はい。じゃあね、いきます。いきなり書きます。これ解説、解答ね。ちょっと分かりづらいね。なんでこれ書いたかっていうと、これを発動したいからです。発動する前に書いてください。で、SN-1 を調達していきます。どこから？まあ、ちゃんと書きましょうよ。はい、これから来ました。SN-1 はこうなりますと。で、全部代入してください。で、これ展開しましょう。OK？ 今のところ OK ですか？はい、そうすると、はい、マイナス 2n マイナスで、はい、3、マイナス 3n111 で3ですね。OK かな？はい。で、これを、使いましょう。材料が全部揃いました。はい、ですので、はい、AN は SN-SN-1 なので、代入しましょう。丁寧にね。はい、ということで、これをね、やっていくと、どうなるかっていうと、はい、2N-2 になります。お、AN って 2N-2 なんだ。まだ終わってないんです。まだこれ n が2以上の時しか言えてません。どういうこと？ n が2以上ってことは、2とか3とか4とか5とか6ってことやな。つまりこれ n のところが2ってことやから、 a2、 a3、 a4、 a5、 これ全部これ 2n-2 で表すことができますよと。まだ a1 のこと言ってないよね。a1 のこと。はい。ここで、ちょっとごめん。ちょっと次の、こっち側行くね。
次 A1 をちょっとね、求める、旅に出なきゃいけません。で、皆さんちょっとね、ちょっと話がちょっと、一旦置いて、このね、SN から実はね、A1 を求めようとすることができます。どうするかっていうと、このさ、SN ってある数列の第1項から第 N 項までの和を SN とって言ってるよね。SN って第1から第 N までなんだ。じゃあこの N をちょっと子供の話みたいけど、1に変えたら1項目から1項目ってことは1項しか足してないってことだよね。つまり S1 って A1 ってことだよね。皆さんちょっとね、これ落とし穴だから覚えておいてください。みんな忘れがちなんだわ。SH って S1 のことだよと。ね、頭の中しっかりね、覚えといてください。ちなみにね、僕もね、ちょうど高2ぐらいだったかな。高2ぐらいのね、期末テストのぐらいかな。あれ？ AH ってどうやって調べればいいの？どうやって調べればいいの？ね、ってなりました。ね、これはまだ N が2以上の時は、こういうふうにね、確定ですよね。確定、答え確定です。でも A1 ってどうやって求めればいいの、どっから抽出して取ってくればいいのって言ったのがこれやって、実はこれがなかったから俺はちょっと困りました。ですので皆さんも忘れずにね、覚えておいてほしいってことで、はい。じゃあ S1 をね、求めましょう。 S1 っていうのは、じゃあ実際に11代入して1に乗引く1足す1ってこと、つまり1です。はい、つまりこれが本来の A1 になるはずなんです。本来、あえて書いとくよ。これが新 S1、ごめん、新 A1 です。 OK でね、こうやって書いてもいいんだわ。答え、はい、A1 は1で、 AN の AN は 2N 低い、ただ N は2以上ね。こうやって書いてもいいです。バラバラ。ただ、もしこれがさ、A1 代入して1だったら、AN、2N 低い2ですよ。N が1以上。どんなん使っていいよ。もういいよ。で、まとまった方がかっこいいじゃん。わかる？これもし1代入して、これが、N に1台にして、 2×1-2 が1になれば、この式も1台にすれば1になるんだから、ごめん、1とかばっかり言ってるけども、 A1 になって1になったら、これ別にあえて書かんでもいいじゃん。 N を1以上にすればこう書かんでいいじゃん。スペース減るじゃん。ということで、一旦確認しましょう。これ答えで書かないとね、なんか変な人だから。できたて、ほやほやの式。できたてほやほやの式に代入すると、あ、ごめん、N イコール1ね。そうすると、はい、2×1-2、ゼロです。あ、どういうこと？使えないの？ N イコール1の時この式。N イコール1の時この式使えないの？残念ながら今回は使えません。で、7割方ぐらいは、ちゃんとね、この場合1ってなってくれます。ただ今回は特別なれませんでした。ってことなんで、残念ながら、これは A1 の時は絶対0になってしまうもんですから、それは答えに反するよと。だって、本来の A1 っていうのは S1 から求めてましたよと。SN ってさ、絶対1位を持ってるから、1代入して A1 が出てきたら、これが答えなんだな。こんな出来たてほや、自分が作った出来たてほやほやの式なんて、これは N が2以上の時は、絶対的な、ものを持ってるけども、こんなんね、単に代入しただけ、はい、ゼロでした。こんなんなんで、ちゃんとしたね、証拠になってないよね。だから
こっちの方が正しいんだよ。まあいろんなこと言ってますけども、今回だけは合いませんでした。だからこの式は何度も言います、 n が2以上の時であって n イコール1の時は使えません。だから残念ながら答えをバラバラで書かないといけません。だからこれを答えにしてください。これしかありえません。OK？ わかるかな？で、ですね、まあ、ぶっちゃけた話で言うと、これいらないです。この代入しなくていいです。もう普通にこうやって書いてもいいです。さっき格好悪いって言ったけども、別に格好悪くていいです。意味が合ってたらいいんです。ということで、別に、こういうふうにね、やらなくてもいいんだけど、これ確認ですけども、確認、代入確認ですけども。ただね、誘導問題になった時、すげえ困るから、ちょっとやっぱりね、覚えといてほしいな。OK かな。ということで、まあね、こう SN から AN に直す方法っていうのをやっていきました。まあ、皆さん20レベルぐらいになったでしょうか。まあ、しっかりね、まだ19、18レベルの人は、ね、しっかり特訓して、演習で特訓して、今20レベルぐらいまで持ってきてくださいよと。もうそろそろね、中ボスぐらいみたいなのね、倒せますよね。運動とかね 知ってる人は知ってますかね。ミラストとかね、なんで6ばっかなんだろうっていう感じだけども、まあそういう感じでね、いろいろね、レベルアップ、スキルアップしていきましょう。ということで、以上で授業終わります。ありがとうございました。